いい加減なテレビをご覧の皆さん、どうも。冷たい視線よりも熱い声援を、やめようクール、送ろうエール、ギターの井川です。ボーカルの鈴木です。朝日です。ベースです。ベースの朝日です。山田です。ドラムです。それ何？それはね、ライフって、あーふっちゃんのコント番組で。いい言葉。すごいいいね。ちょっと長いけどね。はい。聞いてもらっていいですか？うん。全然関係ない話なんですけど、はいはい、コンビニ行くじゃないですか。うん、コンビニ。私物持ってます。レジに行こう。レジ1にあります。はい。位置が閉まってます。なんかこう、あの札で。うんうん、おぉ、閉まってるということで、で、閉まってる向こうで何か作業してるレジの人がいる。うんうん、で、閉まってるから私はわざわざ、この位置を経由して2に行きます。そしたら、どうぞって言って、1の札を、あ、1にいる人が開けて、来いってやる。そう。あれどうですか？あれ俺って大嫌い。ねえ。え？なんで？普通さ、2に、お前が2に行けよって話じゃん。2が空いてたんだから。私はもうさ、1を経過して2の前に行って待ってるわけ、こうやって。うん、なぜなら1が閉まってたから。うん、なのに、どうぞーって、どうぞーって1で、えってこうやって、さ、なるのってどうですか？ああ、そういうことね。自分が寄ってきて2を開けろよってこと、ね。そうそうそう。2はもう空いてる。空いてるけど、人はいないんで。いない。いない。いない。ああ、そういうこと。どうですか？俺嫌い。そう。すごく嫌だ。俺2でそのまま待つかな。ここに商品も置いちゃって、あ、はいっつってこうやって待ってるんだよ。そっか。ぐだぐだ言うなと。もう待ってろと。そこで俺はもう2で。うん。どうもニコニコし2で待ってる。2で。うん、2で。正解は2で。出ちゃって、正解。すごいむしゃくしゃしてて、言いたかったの、これ。みんなに。はい。そんな我々は、ニューアルバム、レッスンより、レッスン1という曲のビデオが発表になりましたね、うん。皆さん見てくださっているでしょう。今回の監督は誰ですか？あ、なんと、ここにいた。おい、監督けど。ここに。あれ近ここに。やりで近めなところに。面白い。ここにいた面白い。今回もあなたたちからのバックがまずないんだよ、ね。よくできたね。あ、いや素晴らしかった。いい感じだったね。素晴らしかった。そうです。でもこれ。一人ね、まあ、近しい人で、あの、札幌の地元のエコーデックってバンドが、後輩のエレキ君っていう人ね、うん、から電話来て、うん、及川さん、ビデオ、センス良すぎるよ。すげえ嬉しいやつ。わかってる、多分ね。昔からもう飼いならされて。ああ、俺が喜んだところを知ってるから、センス良すぎるよ。って電話来た。20年ぶりぐらいに電話したんだよ。嘘つけや、そんなに？20年ってことはないか。うん、15年ぶりぐらい。へぇ。マンハッタに。マンハッタまで取りに行った感じ。そうそう。日本のじいちゃんばあちゃんいっぱいいたけどね。そうだね。あの話面白いね。ゆきさんツイッターで言ってたけど。うんだってさ、パッて見たらすんげえ増殖してるよ。おかしかった。びっくりした。最初2人ぐらいだったんだよね。そうそうそう。パッて見たら。で、説明すると、なんか写真を後半の部分でね、使う。そうですよ。使うように、写真を撮ってもらったら公園で、俺たち4人が立ってた。うん、その撮ってる様が面白いのか、うん、なんか、私たちも撮っていいですかみたいな。最初ね、あったの。おばちゃんが来て、うん、おじさんかなんか、うん、おじちゃん。おじちゃん来て、うん、あ、いいですよ、別にどうぞ、つって。その撮ってる様を後ろから、カメラマンの後ろから撮ってたんだね。そうそうね。こうやって、こう。何回もこれ飛んだりしてる。楽しそうにやってるのが面白かったらしく。パシャパシャパシャ、パシャパシャパシャって。パシャパシャすごかったよ、すごてるな。おじいさんおばあさんのドライなところがさ、やっぱ出てたのはさ、もう我々が飛ばなくなった瞬間にもう風船とかの方を飛んでた。なんかさ、もう、ああいうドライなところが大好きだね。もう本当に、何の執着もないっていうか。そうね、もう。はい。そんな触れ合いもあった我々のレッスンは、ぜひ。100万回見てください。よろしくお願いします。で、ライブが、はい。うん、いっぱい決まってるね。はい。まずは12月にレッスン2、ワンマンをしよう。
で、1月になったら、レッスン3。せいせい、どう、どうだ。そんな感じなんだ。せいせい、どう、どうだ。このタイトルすっげえいいよね。ほんと？うん、めちゃめちゃいい。ダジャレ。うん、言うやつ。言うやつ。言うことあるそれ。言う、前、まあ、ダジャレだけどさ。ほんと、ダジャレ。長渕さん出てきちゃった。せいせい。わかんないけど、あ、何を正々堂々かっていう話だけど、まあ、あの、正々堂々対バンで、いろんな土地に行くので、ぜひ皆さん来てくださいということですね。うん、はい。で、10月も都内イベント決まってまして、10月13日251で、キーと対バンしますね。うん。はい。ぜひぜひ皆さん来てください。あと、私とヌードルスのようこさん2人で、弾き語りのイベントが10月の19日、下北沢ラグーナでやります。私この日のためにもう石鹸を作りましたから。おお魔女みたいな。そう、そんなに大変なの？いや楽かい。いやでも時間かかる。ボールここに置いてテレビ見ながらみたいな時間もありつつ。こうじゃないのね。さすがにこうはなんかそこまでかないもんね。うん、あと陽子さんはネイルサロンを即席でやるって言ってたから、それが楽しみ。面白そうな企画ですね。そう、ちょっとしたお楽しみ会かな。うん、私あと DJ するでしょ。だからなんか興味 DJ なんとなくちょっと歌が後回し感になる。そんなことないね。そんなことないよ。セッションだってするわけだし。だから皆さんぜひ遊びに来てください。ラグーナとってもいい場所ですので、あのお酒飲みながら見てくれたらいいと思います。じゃあ次回お楽しみに。